はい、こんにちは、モカです。今日はですね、ハッピーモデルのモブラ 6HD が届きましたので、レビューしていきたいと思います。こちらのドローン結構ね、期待している方も、楽しみにしている方も多いと思うんでね、一回飛ばしてみたりもしてるので、そのあたりの、感想も含めて少しお話ししていきたいと思います。では、中身見ていきましょう。まずはハッピーモデルモブラ 6HD 本体ですね。それから、250mAh の HV バッテリーが4本付属しています。で、続いてこちらが USB の充電器ですね。こちら1本しか充電できないので、これからドローンを始める方は別途充電器を購入した方がいいと思います。あとは、予備プロペラ、それからプロペラ外しと、ドライバー、あとはですね、HD カメラ用のランカムスピリット3ライトとかだったかな、の、カメラの設定用のリモコンですね、ドングルっていうんですかね、が付属しています。で、最後にマニュアルになります。英語ですね。はい。で、ハッピーモデルのモブラ 6HD の本体はですね、まず FC が付いていて、その上に、DVR ですね、カメラの映像を録画する基板がついているという構成になっています。で、カメラはですね、少しちょっと大きいタイプになっていますね。私もっとカメラのレンズが小さいと思ってたので、大きくてちょっとびっくりしました。で、VTX は前回のモブラ6同様にですね、VTX 内蔵型のフライトコントローラーになっています。あと、モーターは0802の 19000kV ですね。で、プロペラはジェムファンとなっています。で、FC のアンテナは前の方にこんなちょこっとした感じで出てますね。で、バッテリーのコネクタは、PH2.0 なので、今までの、旧型というんですかね、と同様のものになっています。SD カードはですね、ここかな?ここに、ちょっとわかりますかね?ここに SD カードのスロットルがついています。ちょっとね、出しづらいかなって気がしますね。はい。で、あと、カメラ用の設定用の、コネクタ接続するところが、フレームと被ってるので、カメラの設定変えたいって方は、一回ネジ外して、からじゃないと設定変更できないと思いますね。で、ちなみにデフォルトは多分19対6になってます。さっきちょっと見てみたんですけど、19対6になってます。室内で少し飛ばしてみたんですけども、フライト時間は3分ぐらいかな。結構ギリギリまで飛ばして3分ぐらいでした。なので、外で飛ばすと、2分半ぐらいじゃないかなと思ってます。あとは、PWM フィルターとかを入れると、もうちょっと飛ばせるようになると思うんで、外で飛ばしても3分弱ぐらいは行くんじゃないかなっていう気がしてます。それから、室内で飛ばした感想としては、重いので、やっぱり重いんですよ。なので、私は逆に、撮影機としては、向いてるんじゃないかなと思います。ちょこちょここう動いたりとかしないので、初心者の方とかでもかなり飛ばしやすいドローンになってると思います。で、この後ですね、ベタフライトの設定についてもちょっとご紹介していきたいと思います。内容については初心者の方向けになるので、上級者の方は皆さん自身で好みで設定してもらえればいいかなと思います。ハッピーモデルモブラ6のファームウェアのバージョンは 3.5.7 になっていますので、ベタフライトコンフィグレーターは 10.4 を利用するようにしてください。
で、まず接続したらですね、CLI コマンドラインっていうところでですね、ダンプオールと打って、FC の状態のバックアップを取得しておいてください。それでは設定を行っていきます。まず基本設定タブのところですが、こちらはですね、受信機のところがはじめ FRSKY-D になっているので、FRSKY-X に変えておいてください。で、まあ、こちらは FRSKY-X を選択した場合には、プロポ側も FRSKY-X もしくは D18 という項目があると思いますので、そちらでバインドするようにしてください。で、続いてその他機能のエアモードが常時オンになっているので、こちらをオフに変えておきます。あと、ビープオン設定のところは、まあ、こちらは好みによるんですけども、私の場合は、まあ、フープの場合はですね、RX ロスト、それから RX ロストランディング、あと RX セットっていうこの3つをオンにしています。で、バッテリーのところはですね、まあ、基本的に、まあ、デフォルトのままでも問題ないかなと思うんですが、バッテリー容量のところを利用するバッテリーの容量、今回 250mAh なので 250mAh へ変更しておいてください。それから PID チューニングに関しては、まあ、こちらはですね、私の場合、まあ、EXPO、RCEXPO を 0.2 へ変更しておきます。こちらを変えることによって、まあ、スティックの中央付近が少し滑らかになります。あと受信機の項目はそのままで問題なさそうですね。で、モード設定については必要な項目が足りてないので一回オフにします。それでブザとあとエアモードを追加します。で、こちらは、まあ、プロポのどのスイッチで切り替えるかっていう設定をするんですが、まあ、こちらは好みではあるんですけども、ちょっと私の設定がどうなってるかをご紹介しますね。いつも同じ設定なんですけども、まあ、こういう形ですかね。で、エアは2、ブザーは4かな。こういう形になります。で、OSD については、まあ、基本的にはこのデフォルトのままでも全く問題ないんですが、私はタイマーのオンタイム、トータルアームドタイムですかね。トータルアームドタイムの方を、室内でフライトしたときは、まあ、大体3分ぐらい飛ばすことができたので、今回は2分だったら、このフライミンというのが点滅するような形で設定しておきたいと思います。で、設定がすべて終わったら、diff all と。で、こちら差分バックアップですね。で、また同じようにファイルへ保存という形で取っておくと便利。あとで、なんか変更するときとかも便利だと思います。はい。じゃあ、続いて、MOBRA6HD をプロポとバインドしていきたいと思います。で、今回は OpenTX のタラニス、FRSKY のタラニスを利用しています。で、まず、プロポのバインドボタンを押します。その後にですね、フライトコントローラーの、これですね、バインドボタンを押しながら、バッテリーを接続します。これちょっと一人だと大変なんでね、誰かお供がいるといいですね。で、こんな感じで点灯になったらバインド完了です。で、その後にですね、ドローンをベタフライトにつないで、受信機の項目、
を見てこういう形で、バーが動けばバインドできていることが確かめられます。はい、でこの後ですね、まあ、フライト動画を撮ってきましたのでそちらを見てもらえればと思います。Check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. Hey. Taking just don't be and live my life. Don't take it personal. We just building.Foundation, make a name for generations, please, and make a, and take a break or a little vacation and chasing blues away. Hey, hey. You always posting up pictures, trying to look like you winning, or look like you always be working, soaking the moments you live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby,Check for me.